皆さんこんにちは。今回は内部が見れる自作の空冷 CPU クーラーを作ってみたという話です。前回パート25で制作した自作ヒートパイプの要点を抑えながら大半の部分を透明樹脂にした CPU クーラーを作りました。透明なので中が見れて冷媒の水が沸騰する様子やラジエーターで凝縮して水に戻る様子、それぞれを目視できます。ついでにどうせ自作するんならということで圧力計や温度計を使って CPU クーラー内の圧力や温度も計測できるし、構造も最初から今後改良する前提で考えたので拡張性重視で、水が沸騰する金属ブロック部、沸騰の様子が見えるパイプ部、水が凝縮して放熱するラジエーター部、これらを分離できるようにしました。取っ替え引っ替えができます。空冷 CPU クーラーの自作機というより実験機、作った私自身はそんな印象です。そんな自作 CPU クーラーを作ってみたので、今回は作るまでの経緯、制作過程、実際の動作を紹介していきます。じゃあまずは制作するまでの経緯についてです。実はこの制作は結構前から作れないかなぁと考えていたので、ちょいちょい作れるか試しながら準備してきました。空冷 CPU クーラーの大切な要素、ヒートパイプについては前回作ったのですが、透明樹脂で空冷 CPU クーラーを作ろうという構想は、パート2の制作予定の紹介の時点からありました。あの時からパターン3と呼んできたものが今回の自作空冷 CPU クーラーです。それで制作できるかの確認として、パート11やパート12で紹介した真空断熱板を作っていました。真空断熱板は透明樹脂板で真空層を作ったというもので、この仕組みが今回の制作に必要でした。前回紹介したヒートパイプの制作におけるポイントとして、密閉容器、容器内と冷媒から空気を取り除く、を挙げましたが、その密閉容器を透明樹脂にして、加えて私の制作能力で作れるかを真空断熱板の制作で確認していたんです。あの時には最大縦42センチ、横57センチの断熱板や、ケーブルを通すために穴だらけになった断熱板を作って、大体は問題なく真空を維持することができました。その時にやっと今回の制作の見通しが立てられたんです。あとは細かく作り込んでいこうってことで、レーザー加工ができて制作が容易なアクリル樹脂で CPU クーラーを作る試しで、以前制作した輸直 CPU クーラーをやってみました。あの経験が今回の制作に生きています。そんな感じで今回の自作空冷 CPU クーラーの制作を始めることができました。ちなみに前回の自作ヒートパイプの話は前振りみたいなものです。突然、透明樹脂でヒートパイプと同じ動きをする自作空冷 CPU クーラーを作った、って紹介してもとっつきにくいかな、と、そう思ったのでひとまずよく見る金属管のヒートパイプを作って、ヒートパイプってこんな感じですよ。それで同じ要領で作ったのが今回のこれですよ、みたいな感じで段階的にしました。まあそれでも外観がガラッと変わっちゃうので、なんだこれ感は、あるでしょう。そのあたりは皆さんの保管に頼ります。よろー。経緯はこんな感じです。次に制作過程について紹介します。まずは CPU から熱を受け取って、冷媒の水を沸騰させる金属ブロック部からです。ここはとても単純で、ヒートスプレッダ台の銅板をポリカーボネート板にシリコンコーキング剤で貼り付けるだけです。ヒートパイプみたいに水を沸騰させるには容器を密閉して、空気が入らないようにしないといけないので、シーリングにも使われるシリコンコーキング剤を使って接着しながら密閉します。固まると素手で剥がせないくらいになったので多少乱暴に扱っても大丈夫そうです。銅板を貼り付ける相手の板にポリカーボネートを使ったのは耐熱性を考慮したためです。以前製作した輸直 CPU クーラーで耐熱 70°C くらいのアクリルを CPU 付近で使うのはさすがに怖いなぁと思い、気休めですが耐熱 120°C のポリカーボネートを使うことにしました。他のパーツはほとんどアクリルなので全体的な耐熱性はさして変わりません。本当に気休めです。まあ金属ブロック部はこれで出来上がりです。ところで市販の CPU クーラーに使われるヒートパイプだと、毛細管現象が起こせるような微細な構造が作られているんですが、今回は初回運用なので真っ平らのままやります。今後好きなように改良する予定です。次に作ったのは CPU クーラー内の冷媒の様子を見るためのパイプ部です。前回作ったヒートパイプでも気になったことなんですが、ヒートパイプの中では何が起きているんだろう？冷媒がどんな感じに動くんだろう？見てみたい。
そんなわけでここを透明なアクリルパイプを使って内部の様子が目視できるようにしました。パイプ部の部品はすべてアクリルです。アクリルはレーザー加工できるので好きな形状が簡単安価に作れるし、パイプなどの製品も細かな大きさ別に売られているので、使いたいサイズを選びやすいんです。助かるなぁ。さっきのポリカーボネート板と似た形の板と円盤、あと変な形のパーツ、それぞれを接着していきます。このアクリル板は事前に四隅の穴をタック加工してネジ穴にしてあります。そのネジ穴にボルトを仮止めして、ボルトを頼りに変な形のパーツを位置合わせしていきます。位置が決まったらアクリル接着剤でくっつけていきます。以前の輸直 CPU クーラーでこのアクリル接着剤を初めて使いまして、使い勝手が良かったので今回もちょいちょい使いました。変な形のパーツの次はその内側に円盤状のパーツをくっつけます。そういえばここの接着は密閉性に関係しないのでコーキング剤じゃありません。後ほど別の方法で密閉性を確保します。アクリル板の反対面にアクリルパイプをくっつけていきます。このパイプがメインの観察窓です。マスキングテープで位置合わせをして、アクリル接着剤を流し込んで、これで OK。と、思ったのですが、ここで作業の順番を間違えていたことに気がつきました。板に接着される前にパイプにはネジ山を作っておきたかったのですが、忘れてくっつけちゃいました。よりにもよって一度つけたら剥がすのが困難なアクリル接着剤で。まあつけちゃったのはしょうがないんで、板が邪魔にはなりますがこのまま穴開け、タック加工をしていきます。ここのネジ穴には真空圧対応の配管部品を接続して、容器の密閉性を維持しつつ、冷媒の水を注入したり、内部の圧力や温度を計測するポートに使ったり、真空引きしたり、とても重要な部分です。重要なので市販品を使います。自作品で真空を維持できる密閉性を作るのって、私としてはとても気を使う、面倒な製作なんです。容器として見た目が綺麗にできても、ピンホールとか目で見えない隙間で真空が維持できなくなっちゃうんで、実際に動かして確認できるまで問題に気づけない。作っている途中では気がつきにくいんです。でも市販の配管部品なら最初から真空対応で作られているので、買うことができればほぼ完了です。とっても安心です。で、配管部品がつくようになったら接着の続き、パイプの上部にもさっきと同じようなアクリル板をくっつけて、最後にコーキング剤を使って、パイプと板の角のところをシーリングしていきます。接着じゃなくてシーリングです。私の技能ではアクリル接着剤だけだと真空密閉できるほど隙間なく接着はできないので、今回はアクリル接着剤で接着強度を確保して、コーキング剤を後塗りして密閉性を確保しました。こういうところで自作品の密閉性に気を使っていました。これでパイプ部も出来上がりです。部品組み立ての最後は今回最大の難所、ラジエーター部です。部品数が多いんです。これらの部品を組み合わせて、多くの接合面で密閉性を確保しなきゃいけません。設計した本人が言うのもなんですが面倒な作りです。でもこう作らないと真空圧に容器が耐えられるのか不安で、そんな設計と製作のジレンマの中でやっていました。先ほど見たような板などを同じようにアクリル接着剤でくっつけて、これまた似たような形の板をコーキング剤でくっつけます。で、これらのパーツですが、中央の穴には変な突起がありまして、ここに互い違いに組み合わせたアクリルパーツをはめ込みます。これらのパーツの役割は容器の強度確保なんですが、もう少し組み立てた後の方が説明しやすいので後ほど紹介します。ひとまず組み合わせたアクリルパーツに少しコーキング剤を塗って、はめ込んで、これで OK。ここの接着は密閉性も接着強度も重視していないので適当です。上側にも同じように板をくっつけて、さらにその上に別に接着しておいた板をくっつけます。このあたりは密閉性が欲しいのでコーキング剤を使っています。一番上の板には配管接続と CPU ファンの固定用にネジ穴を作りました。配管接続用のネジ穴は3つも作りましたが、まあ予備って感じで全て使う予定はありません。やっとパーツをくっつけていく作業の最後、このラジエーター部の根幹であるヒートシンクをつけていきます。先ほどまで組んできたパーツはこれらのヒートシンクがすっぽりはまるようにしておいたので、上下の板の間に収まります。で、このヒートシンクの1枚を内部が見れるようにってことでアクリル板に交換して、順々にコーキング剤で接着していきます。やっとパーツの組み立て、というか主に接着作業でしたが終わりまで来れました。作業内容は塗ってつけるだけなので単純なんですが、量が多くて大変でした。出来上がったラジエーター部はこんな感じです。
先ほど説明を飛ばした互い違いに組んだアクリルパーツについてですが、これは真空圧でヒートシンクやアクリル板が内部に引っ込もう、曲がろうとする変形を抑制、支えるための、リブ、フレーム、突っかえ棒、そんな役割です。容器として真空圧にどれだけ耐えられるかわからなかったので、念のためって感じです。まあ、ヒートシンク自体は板圧方向には曲げにくいでしょうし、アクリル板も 5mm 圧にしたので割と頑丈です。強度的には支えるパーツがなくても大丈夫だったかもしれませんが、念のためです。そんなこんなですが、ラジエーター部も完成しました。やっとそれぞれのパーツたちが完成したので、次に合体させていきましょう。先ほど作ったラジエーター部の円盤と変な形の板の間にできた溝、ここに O リングをはめ込んで、その上にタイプルを乗っけて、ボルトを締めて固定しながら O リングを潰して密閉していきます。O リングは真空などの低圧から逆に高圧まで、様々な圧力容器、装置に使われるシーリング部品です。以前の不等液水冷で使ってきた水枕でも O リングが使われていて、O リングを潰せれば密閉できて、潰すのをやめれば解体できて O リングの形も元に戻ります。繰り返し使えるので便利な部品です。タイプ部が固定できたら次に金属ブロック部。じゃなくて、CPU クーラーのマウントパーツをはめ込んで、その上に金属ブロック部を乗せてボルト締めしていきます。このマウントパーツは先ほど登場した水枕のものをそのまま流用しました。設計時に CPU クーラー本体はなんとなく考えがまとまったんですが、マザーボードに CPU クーラーを取り付けるマウントパーツはどうしようかと悩んでいました。自作ならアクリルを使いたいけど強度面で不安だな。市販品みたいに強度があるものにしたいな。じゃあ、市販品を使えるようにすればいいのか。そんな感じでこれまでに使ってきた水枕の寸法を可能な限り測って、一部の形状を再現した、あの変な形の板を作り、市販品のままのマウントパーツを使えるようにしました。もしもマザーボード上に CPU クーラーを乗っけてからマウントパーツが壊れて倒れたりしたら、CPU クーラーが壊れて漏水？それともマザーボードの基板が傷ついて故障？どっちも悲惨なので少しでもリスクを減らしたかったんです。パーツ同士の組み立ても終わって、CPU クーラーの構造的には出来上がりました。作るのに悩んだり手間だったりと大変でしたが、その甲斐あってか見た目はしっかりとしたものはできました。大きさはこんな感じです。インテルの Core i3 のリテールクーラーと同じような幅、奥行きで、サイズ車の無限5よりは小さい感じです。高さは自作品が一番ありますね。まあ大きさ的には市販品に近い感じですが、放熱できる部分はヒートシンクのところだけなので、CPU クーラーとして最重要な放熱面積はとっても小さいかもです。そこは次の改良ともってことで、今回は動くかってところを見ていきます。というか次回には改良します。続けましょう。缶を取り付けたらこんな感じです。左右の2つはよく見る形になりました。で真ん中の自作品は、金属製のヒートシンクが隠れて、透明な部分が増えた印象です。アクリルで作ったので光らせればいい感じになるかなと思い、私が唯一持っている光る CPU ファンを使ってみたんですが、メタリック感が消え失せて、CPU クーラーでは見なさそうなプラスチック感が増しました。あとはマザーボードにつけて、動作できるように準備していきます。CPU はインテルの Core i7-6700K にサーマルグリズリー社のクマグリスを塗って、あの水枕で慣れたネジ止めをしていきます。もうこの作業も何度やってきたことか。ネジが締まればがっちり固定できました。さすがは市販品のマウントパーツです。あとは今回の動作確認用に用意したデジタルの真空計と、配管部品をちょっとずつつけていきながら、内部の温度を測定するための熱伝対を取り付けます。この先端で温度を計測してくれます。真空計と CPU クーラーをつなげるチューブなどを接続して、PC の動作確認できるようにディスプレイを置いたり、電源コードなどを配線したり、やっと普段 PC の動作確認で撮影する状態になってきました。準備作業ももう残りわずかです。真空ポンプを使って、CPU クーラー内を真空引きしていきます。これでヒートパイプとして動作させるのに邪魔な空気を追い出します。十分に真空引きしてから真空ポンプを止めてみても、真空系の数値はマイナス 100kPa。通常の、海抜 0m の大気圧が 1013hPa、kPa で言うと 101.3kPa なので、
CPU クーラー内の圧力はだいたい 101-100kPa、 ほとんど圧力がない状態とのことです。圧力がないってことは圧力を生じさせる物質がないってことなので、この場合だと空気を追い出せたという感じです。ポンプを止めてからしばらく放置しても真空系の数値は大きく変化しないので、容器としても密閉性は大丈夫そうです。いやー、この瞬間がうまく密閉できてよかったとすんごい安心しました。ここまでの制作がやっと報われたなんて動作を見る前から気の早い達成感だったんですが、準備作業は最後の一つが残っています。冷媒の水の注入です。前回のヒートタイプの自作でも紹介した水の中の空気を追い出すために事前に煮沸した水を配管接続したバルブとチューブを通して CPU クーラー内に封入していきます。これでやっとできた。本当にここまで作るのに悩むは気を使うわで大変でした。でも最終的には問題も起きずにマザーボード上に乗せることができて、ヒートパイプとして動くかもしれないという状況まで来れました。あとは CPU クーラーになっているかどうかの動作確認です。マザーボードについているパワースイッチを押して PC の起動準備が始まります。まずは CPU ファンが点灯して、すると CPU クーラー内の水が揺れ始めて、ほう、ブクブク、めっちゃ湧き出した。予想以上の勢いで湧き出して、大丈夫なのかこいつってなりました。そんなことを思っていたら観察できるようにつけたアクリル板がもやっていって中が見えなくなっていく。至るところで予想外な動きが始まって、撮影中あたふたしていました。ですがディスプレイの方では淡々と起動画面が表示されていって OS が起動できました。 PC の方は普段通りですね。ひとまず OS が起動できたのは以前の癒着超えってことで嬉しいんですが、 CPU クーラーの様子が気になるっていうか、いやいや、めちゃくちゃ激しく沸騰してない、こんなんで CPU は大丈夫、冷やせてる。というわけで普段動作確認で使っているインテルエクストリームチューニングユーティリティで CPU パッケージ温度を見てみると35°C くらい。 OS 起動直後なので CPU 自体の動作が安定せず温度がばらついていますが、思ったより普通。見た目と数値ですごいギャップがあります。ちなみに CPU クーラー内に差し込んだ熱電対の測定温度は 29°C くらい。この熱電対の測定部にはがっつり沸騰した水のしぶきがかかっているのですが、それで 29°C? 低温で沸騰しているってことは、これが低圧沸騰？あれ狂ってるな。ラジエーター部の様子はもやっちゃったんで中がどうなっているかわかりませんが、もやができているってことは、結露みたいに水蒸気が水に戻っているということでしょうから、ヒートタイプ的には正常ですか。中が見えないのは残念ですが、自作した CPU クーラーをヒートタイプ化できたのは大成功ってことでいいですか？まあ私にとっては大成功でとっても嬉しかったです。こんなに激しく沸騰しているのに真空系の数値はマイナス98kPa くらい。絶対圧で言うと数キロパスカルくらいでしょうから、大気圧の数十分の1程度でしょうか。低圧の状態が維持されています。こんな状態でも CPU クーラーとしては正常なようです。まあ CPU が冷えているなら一安心ですかね。そんなわけで OS は起動できて、CPU クーラー的にも今のところは大丈夫そうなわけですが。じゃあ、これまでもやってきた動作確認、ベンチマークをやってみたらどうなるんでしょう？というのは次回紹介します。今回はここまで。次回はベンチマークなど高負荷動作時の CPU クーラーの冷却性能と動作の様子、初めての動作確認を終えた上での今後の改良方針について、あとパート23で私から皆さんに相談したお話の続き、というかいただいたコメントを受けた上での今後の制作方針について紹介します。ではでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。